トゥーハート294回目、草壁さんルート入りました。でももう全然わかんない。もう何者なのかっていうのがね、意味深ワードはめちゃくちゃ散りばめてきてるんですけど、ガチミステリーですよ、これは本当に。何なんでしょうね、あの子の正体は。まあ、星空だったり夜空みたいなのは、あ、今日土曜日か。4月17日土曜日。そう、夜空は関係してそうなんだけど、で、自宅に帰ってこの後ですよね。学校へ。あれ？あ、今日会えないんだ。あー、日曜は？既読になっちゃうかな。あ、既読になっちゃう。土日休みだ、草壁さん。市役所じゃないんだから。何それ、草壁さん公務員説出てきましたよ今度は。ちょっと、当然この辺にポンといるわけもなく、夜しか会えないよな。でもさすがに今日は、あ、既読になんない。これは来るでしょう。出かけてみるか。あれ、今日は誰もいないみたいだった。たまにはあるよな、こんな何も起こらない日ってのも。そう思って教室から出ると、おお、こんばんは、高明さん。いるじゃん。お前は一体何者なんだ。今日もキュッキュさせてくれ。廊下で草壁さんとばったり出くわした。こんばんは草壁さん。っていつからそこにいたの。廊下を歩いてくる音もしなかったような気がするんだけど。うわ、ついさっきからですけど。本当に？きっと高明さんが寝ぼけてて気づかなかったんですよ。あ、ほら、また寝ぼけててとかさ言うんだよね。睡眠っていうのも関係してますよね、この子絶対ね。キーワード的に寝ているっていう。そう言ってニコニコと笑っている草壁さん、実は草壁さんって。ええ、そうです。ん？バレちゃいましたか。実は私、高明さんの心の中に住んでいるんですよ。いや、不思議な魔法の力を使ってね。高明さん、やべえやつだな。心の中についに美少女作っちゃった。はあ、俺はまだ何も言っていないんだけど、それって俺の妄想ってこと？脳内魔法少女ってやつ？ええ。ああ、脳内魔法少女。病気です。高明さん、あなた病気です。じゃあ今目の前で飛んでみせてよ、魔法を使ってふわっと。わかりませんか、実は私今も宙に浮いてるんですよ。反重力機構が備わってて。なんだよそれ。地面から地面まで3ミリくらい浮いてて、水たまりも平気な仕様なんです。ドラえもんがそういう仕様じゃなかったっけ、ちょっと浮いてるみたいな。違うっけ。もちろん土足で上がっても大丈夫。反重力機構って、果たしてそれは魔法なんだろうか。突っ込みかけてふと元ネタに気づいた。それでひょっとして大好物はどら焼きだったりするんじゃ。あ、やっぱドラえもん。ええ、もちろん。これでもドラえもんの話が出てくると、やっぱ未来人説、未来からタイムマシン。あ、タイムマシン乗ってきてる説ってのもね、強くなってきましたね。ピシッ、からかわれたお返しに中指でおでこを弾いておく。この動くたびにさ、髪がさ触手のように動くのがまたいいな。未来からやってきた猫型ロボットのマイナー設定とかはいいんだよ。俺よく知ってたね、ちょっと浮いてるって。で、廊下で何してたの？あ、そうでした、今日は秘密のお茶会を準備してたんです。お茶会？高明さんをお招きしようとして教室に行ってみたら、ちょうど良いタイミングで会うことができたんです。どうでしょう、これからご一緒にお茶でもいかがですか？お茶か、でもどこで？それはね、草壁さんが秘密めかしてささやいた。
夜の廊下を二人で歩く。階段を上がり少し歩いた先、あーなんかでもさ、ごめんね、話がなかなか進まずにパッと思いついたことをすぐ言いたくなっちゃった。秘密のお茶会だとかさ、なんか魔法少女だとか、今ちょっと一人の人物が俺の頭の中に浮かんできたけど、セリカお嬢様要素チラッと入れてきてるよねこれね。お嬢様は魔女。でもだから何なんだ、じゃあやっぱ幽霊なのか、幽霊説なのか、もういろんな説が行ったり来たり。今んとこ一番強いのは公務員説。草壁さん公務員説なんだけど、ここって本当に大丈夫なのかな。ちょうど理科室の前だ。理科室、確かに流し台もあるからぴったりだけど、真夜中の学校に先生がいませんから、少し待っててください、準備がありますので。そう言い残してさっさと中に入っていく。小心な俺と比べて意外と大胆だななんて思っていると、いいですよと中から俺を呼ぶ声。がらりと戸を開けると、え、真夜中のお茶会にようこそ。着替えてる、かわいい。この服着てると先生みたいだね。へえ。いやでもなんかより公務員説が強くなってきた。公務員、うん、いいよこれ。草壁さんの私服ってこと、いいね。ろうそくの温かい炎の中で草壁さんが笑っていた。またろうそくってのがさ、セリカお嬢様だよね。テーブルクロスの上には小さく可愛らしい陶製のポットが2つとティーカップが並んでいる。さあ席についてください、お茶を入れますから。着替えたんだ。ええ、お茶会ですもの。お茶会って着替えるものなの。草壁さんは済ましていった。どうですか、ちょっとはメイドさんっぽいと思います。メイドさんイメージだったんだ、公務員かと思ったよ。いやでもイメージ通りというかすごくいい。メイドさんっぽくはないけどすごく似合ってると思うよ。そうですか。かわいいな。ろうそくの炎のせいかもしれないけど、草壁さんの頬がちょっと赤くなったような気がした。ところで高明さんはミルクティーってミルクから入れます？うん。それとも紅茶から入れます？は？草壁さんは真剣な目をしてこちらを見ている。ミルクティーって紅茶にコーヒーフレッシュを入れるだけだよな。何か作法でもあるのか？あ、お茶の葉はアッサムでちょっと本格的ではないですけど。いや十分本格的な感じだよ。もちろんストロングにしてますけどね。ちょっと俺ちょっとよくあんまりそちらの知識がないんでわからないんですけど、ストロング、なんだか草壁さんがわけのわからないことを言い出している。お茶がストロング、それって強いのか。夜遅くですし薄い方が良かったですか。ノンカフェインでお願いします。ミルクティーにしますから十分に薄まると思いますよ。ああ多分ストロングってのは濃いって意味なんだな。それでどっちから入れましょうか。そんなにこだわるようなことではないと思うんだけど、俺は、これは分かんないよ。1ミルクを先に入れる、紅茶を先に入れる。いやちょっとね、その紅茶のミルクティーの入れ方についても知らないから。どうしよう。草壁さんの情報があるならね、草壁さんに合わせてっていうところがあるんだけど、これはでもちょっとわからないんで勘でいくしかない。セーブして両方選んでみよう。どっちがいいんだろう。先にミルクからにしてみようか。じゃあとりあえずセーブしておきます。はい、それじゃあセーブしておいたので、ミルクティーっていうくらいだからやっぱりミルクを先に入れるんじゃないかな。これなんか試されてんのかな。非常にいい加減な推測だが、これにかけてみることにしよう。
ミルクを先に入れてもらおうかな。ちょっと気取って言ってみる。高明さんってひょっとして紅茶に詳しいですか？合ってる。なんだか草壁さんが驚いている。合ってるっぽい。そうでもないけどね。その方が風味が良くて好みかな、なんて。勘で選んだだけだけど謙虚じゃなくて本当に知らないんで当てずっぽうだけど。そうなんですか。本場のイギリスでもミルクを先に入れる人は多いみたいですし、紅茶のメーカーさんでもミルクを先に入れなさいって言っているところはいくつかあるんですよ。やっぱりな、俺のミルクティー知識。それにね、ティーカップにも優しいんです。ふん、草壁さんが紅茶好きですごく詳しいのは分かったよ少しだけ。ただミルクが先か紅茶が先かというのはまだまだ結論が出ない問題みたいですけどね。草壁さんは手際よくティーカップにミルクを注ぎ、それから濃いめの紅茶をトポトポと注いだ。温かそうな湯気と紅茶のいい香りがあたりに漂う。これじゃ選択肢合ってたのかな。いいのかな。これでやり直さなくて大丈夫か。一口すする。紅茶のややきつめな風味を牛乳のまろやかな甘みがきちんと抑えていて、とても美味しい。うん、美味しい。草壁さんって紅茶を入れるのがすごく上手だよ。そんなまだ全然ダメダメですよ。照れてうつむいてしまう草壁さん、そのまま両手で持ったティーカップにフーフーと息を吹きかけている。まだしばらくは熱くて飲めないみたいだ。熱いお茶にしてしまったのは悪かったかなと思いながらも、また一口。うん、すごく美味しいよ。そんな大したことはないです。もう前回から言ってるけど、この立ち絵すんげー好きなんだよな上目遣いで片手をこう口の前に持ってくる、このあざとい仕草満載の、これいいよな。そうだ、すっかり忘れてました。お茶菓子があるんです。ちょっと待っててください。草壁さんマナ仮説も出てきましたねもうお茶菓子を出してくるってのは、これもうマナカですね。草壁さんは手にしていたカップを置くと理科室の端の方へかけていった。照れくさくて席を外したのかもしれない。一人残される俺。草壁さんが座っていたあたりにはノートがポツンと置いてあった。なんだっけ、そう、トラッシュバスケットだかクズ学校だとか言っていたノートだ。草壁さんが待っている間、暇を持て余した俺はそのノートを手に取ってみることにした。ダメでしょ、勝手に女の子のノートを見るなんて。草壁さんがやってたみたいにパラパラとめくってみる。小さくて少し丸みを帯びた字で、寄せ書きみたいにあちこちに書いてある。ページもなんだかバラバラみたいだ。いやでもこれ何か重要なキーワードが、手がかりがありそうですよ。大体は身近で目にしたことなんかのメモで、本人が言うところの運命的な出会いってものが書き連ねてあるようだ。あとはポエムっぽいものとか、ざっと引いた5本の線に音符みたいなのが踊っている、多分譜面っぽいもの。他にはファンシーイラストっぽい落書きのような何か。見たい。どんな絵描いてんだろう。確かにゴミ箱と名を冠するにふさわしいような混沌っぷりだ。他に何かないかなってめくっていくと、ん？ルクレツヤ姫と機械仕掛けの神様というタイトルの長文らしきものを発見する。ルクレツヤ姫。おお、なんだこれ。今宵の夜伽を申し付けます。いや、エロい小説やエロ小説始まってるんだけど。これ何。なんとか一息で言ってから、私は辺境から帰ってきたばかりのクラウスの顔を、ふむふむ、ファンタジー少女小説みたいなものかな。なんか急に夢女説もう草壁さん、なんなんだよ、わかんねえよ。何書いてんの。あ、ダメです。恥ずかしい。読んじゃった。それ読んじゃ。戻ってきた草壁さんにノートは没収されてしまった。エロ小説書いてたな、草壁さん。よとぎってエチエチだろ。どこまで読んだんです。エチエチな部分だよ、エチエチな部分。ほんのちょっぴりだけ。ルクレツヨ
あ、ルクレツヤ姫と機械仕掛けの神様あたりまでかな。それって最後の方じゃないですか。あ、そうなの。いや、パラパラとめくっただけだから。あ、そうなんですか。でしたらいいんですけど。この子がルクレツヨ姫、ルクレツヤ姫なの。いや、ルクレツヤ姫が何か分かんねえんだよ。ちょっとほっとしている草壁さん。ところでさ、最初にルクレツヤ姫が言ってる今宵の夜伽を申しつけるってどういう意味。いや、もうセクハラやん。言わせよう、言わせ。おお、なんだこの立ち絵。いいね。ちょっともう一回聞きたい。キュー、ぱったりとその場に倒れてしまう草壁さん。しっかり読んでるじゃないですか。夜伽。いや、ここだけ昔風の文章で気になったものだから。夜伽っていうのはそのつまり同じお布団で。詳しく言ってごらんよ。何なんだい詳しく。同じお布団で男の人と女の人が、うん、その一夜を一緒に、なんていうか、そのあのやっぱこういうプレイだなこれ。もうな。うん、こういうお店説。二人の間を気まずい空気が漂った。勝手に読んでごめん。草壁さんがそういうアダルトなのを書いていたと知らなくて。俺絶対に喋らないし秘密にしとくから。違うんです。そうじゃないです。これ童話なんです。言い訳しなくていいよ。エロ小説を書きたくなるお年頃なんだろ。あるある、そういうこともあるよきっと。夢女なんだろ。アダルトな童話。違いますったら。高明さん、どうして後ずさりするんですか。いや、別に言い訳しなくても。言い訳じゃないです。ちょっと逃げないでください。これお城から出られない女の子の話なんですってば。ちょっと涙目になる草壁さん。少しからがいすぎたかな。必死な草壁さんが可愛くてついやりすぎたみたいだ。どんなお話なの。いや、でもこれちょっと重要そうだよ。きちんと話を聞くことにしよう。主役はルクレツヤっていう少しおてんばでわがままなお姫様で、幼い頃からずっと小さなお城の中で暮らしてるんです。うん。そのお城は実は修道院で、王国の命令でお姫様はもうすぐ修道女にされてしまう運命なんです。そうすると一生そこからは出られなくなってしまうので、お姫様は一人ですごく悩んでいるんです。それでお姫様はお姫様に仕えるたった一人の騎士であるクラウスに夜伽を命じるんです。エロ小説だね。ほら、修道女ですから純潔の戒律を破ってしまうと破門されるかなって思ったんです。そこからはアダルトな展開に。これなんてエロゲ。トゥーハート2です。違います。ああ、お互いに好きなわけ、好きなわけじゃないってこと。いいえ、おてんばなお姫様は素直に気持ちは伝えられないけど、クラウスのことが大好きで、うん、クラウスも小さい頃からお守りしているお姫様のことが自分の命よりも大切なくらい大好きなんですけど、結局クラウスはルクレツヤの命令を拒絶して逃げ出すんです。あら。そこからはすっかり頭に来てしまったお姫様がクラウスを無理やりにでも捕まえようとして、お城の兵隊を動員してはちゃめちゃな大騒動が始まるんです。なんというか血は喧嘩みたいな話だね。本当そうだよね。でもどうしてクラウスは命令を拒絶したのかな。多分それは決して命令にしてはいけない大切なことなんだって
お姫様に分かってほしかったというのと、何よりもお姫様の本当の望みを知っていたからだと思います。結局そのお話って最後はどうなるの？クラウスがお城を跡形もなく壊してお姫様を外に出してあげるの。つえクラウス、つえ跡形もなく壊すの？クラウス破壊神じゃん。ほら、こうすれば全てが解決でしょ。いや、めちゃくちゃめちゃくちゃだけど、まあまあ、うん、まあ、そして二人は一緒に外の世界へと旅立っていくんです。童話だからね。なるほど、ハッピーエンドなんだ。いや、お城ぶっ壊されちゃったけど、ちょっと過激だなとは思ったけど、それは口にしないでおこう。ええ、すごくハッピーエンドです。で、その後アダルトシーン？だからありませんってば。本当？その後、草壁さんがお茶受けに持ってきた動物ビスケットをつまみながらゆっくりとお茶を楽しんだ。草壁さん的にはちょうどいい暑さの、俺的にはぬるい紅茶を飲みのんびりと飲みながら、ミルクティーの入れ方のコツなんかを教わる。夜が遅いせいなのか、体が温まってしまってきたせいなのか、だんだんとうとうとしてきて。お、ふっと気がつくと夢の中にいた。これクラウスになっちゃってんじゃねえの？あ、すげえ。なんか別のゲームみたいだね。こう、ここだけ見るとね、どこかファンタジーっぽいお城の中、目の前にいるのは草壁さんだ。いや、違うでしょう。なんだっけ、もう名前忘れちゃった。あのお姫様なんでしょう、きっと。こ、今宵のよとぎを申し付けます。よとぎしちゃおうか。じゃあ、草壁さんが顔を真っ赤にしていった。もうどうしようもないくらい棒読みだ。喜んで。では早速、姫君、今からよとぎをさせていただきます。夢の中のせいか、俺の方は妙に積極的。いや、よとぎしちゃったらストーリー変わっちゃうけど。あ、ダメです。ちょっと待ってください。高明さん、台本通りにやってもらわないと困ります。演劇っていう設定なの、これは。今、草壁さんってアドリブに弱いんだね。そういう問題ではないと思うんですけど。かわいいな、この子。じゃあもう一度最初から。え、最初からするんですか？何回もよとぎを言わせるっていうプレイ。いや、もうプレイだよね、これね。もうそうしないと役に入り込めないかな、なんて。わかりました。では最初から言いますね。と言ったっきり、しばらく黙り込む草壁さん。最初の言葉を口にするのは結構チャージ時間がかかるみたいだ。今宵のよとぎを申し付けます。姫君、なんていうことを口にするんですか。そのようなこと断じてお断りさせていただきます。ダメ、今の。草壁さんがシュンとしょげていた。次、草壁さんのセリフだけど、どうしたの？そんなに力いっぱい断られると、いや、なんだか傷つきます。めんどくせえな、おい。どうすりゃいいんだよ。じゃあどうしたいんだ、草壁さんは。俺はやれやれと首をすくめて、あれ、戻ってきちゃった。ふと理科室で横になったまま眠っていたことに気づいた。草壁さんはもういなくて、紅茶やテーブルクロスも片付けられてしまっている。おい、紅茶になんか入れられてたんじゃねえだろうな。それで眠っちゃったんじゃねえだろうな。大丈夫か。動物ビスケットの包みが一つ俺の前に置いてあった。妙な夢だったな。早速動物ビスケットをかじりながら考えた。結局俺も何がしたいんだろうな。夢の中の風景、ずっと後ろの中にいるお姫様、そしてずっと学校の中で出会ってしまう草壁さん。ああ、そっか、そういう共通点がちょっとあるのか。そうか、ひょっとして草壁さんも外に行ってみたいとか思うのかな。そうだな、今度誘ってみようと思った。
学校の外とかで会えんのかな。というかさ、夜以外に会えるのかね。日下部さんって出てくるのかな。いやでも今のおとぎ話はすごく大事なイベントだったんじゃないかなって思うよ。なるほどね。よとぎか、よとぎかじゃないけど、何なんだろう。でもそれがわからんな。これ選択肢は合ってたんだよね、おそらくね。いいよね、このまま進んじゃって。よし、自宅へ。で、今日の夜も行くんでしょう。あれ？あれ？行かないの？あら？あれ？絶対行く流れだと思ったんだけど。前回からさ、チラッと思ってんのがさ、ガチのミステリー関連だから、かりんちゃんの好感度って実は必要だったり。いやでもな、わからんな。お、さてと寝るとしますか。あ、ここは既読になんない。今日は行くんだ。夜になってから降り出した雨はその勢いを強めることも弱めることもないまま一定のペースで降り続いていた。の1、眠ってしまう。学校のことを考える。いや、学校のことでいいんでしょう。だよね。ただ眠るっていうこと自体がちょっとキーワードになってるところはあるから、日下部さんルートって1もあながち間違いじゃない気もする。ちょっとここごめんなさい、セーブ案件セーブしておこう。はい、じゃあまあ2だよね。学校のことを考える。こんな時学校に誰か残っていたりなんかしないよな、まさかね。それでもどうしてだか気になってしまった俺は学校へ出かけることにした。ああ、やっぱそうだよな、こっち選ばないといかないもんな。薄暗い教室の中、日下部さんは窓際の席に座って外を眺めていた。今日もいる。よく降るね、高明さん。よとぎを申しつけに。よとぎ、よとぎろ、日下部さん、よとぎろ。俺が来たことに驚いた様子も見せず、いつも通り迎えてくれる日下部さん。そうだね、さっきの日下部さんのようにガラス越しに外を見た。雨音だけが響く夜空はひたすら暗くて、月も星も見つけられない。確か流星群がピークを迎えるのってあさっての深夜だっけ。あの新聞の切り抜きに書かれていたニュース、あれってそうか、今月の4月23日に流星群がっていうことなんだ。てっきり俺なんか、あ、じゃあでもそうか、そうだよな、流星群、せっかく流星を見に来ているのにこれでは残念だろうな。これだとせっかくここに来たって流れ星一つ眺めることもできないよね。ましてやこんな天気があさってまで続いたりしたらとか考えるとやりきれないだろうな。でも星空が見えなくても、むしろ見えない方がいいのかもしれませんね。また意味深なこと言って。遠い目をして予想外のことを言い出す日下部さん。でもその横顔はどこか寂しそうだった。日下部さん、どこか遠くを見ている日下部さんにそっと呼びかける。私何言ってるんだか。とりあえずよとぎろ。日下部さん、よとぎっちゃおう、よとぎっちゃおう。そればっか、それしか頭にないっていう。高明さんは雨は好きですか。これまたなんか試されてんな、選択肢出るでしょう。微笑みを浮かべるいつもの日下部さんがそこにいた。どちらかというと嫌いかな。私は雨音を聞いてるのとか好きです。選択肢なかったな。ほら、よく聞いているといろんな音があって、ちょっと音楽みたいかなとか思いません？そんな風に思ったことはないかな。どちらかというと単調でうんざりするっていうか。ちっとも単調じゃないですよ。
ほら、澄んだ高い音は遠くからもよく響くし、低い音はゴツゴツしてて面白いです。空から降ってくる雨粒はみんな同じ形をしてお行儀よく落ちてくるのに、地上にたどり着いた途端それぞれが違う音を奏で始めるのってなんだか楽しくないですか？おー、なんかロマンティックなことを言うね。草壁さんがそう言うならそうなのかな。実際草壁さんは窓の外の方に顔を向けて楽しげに耳を傾けていた。少しも退屈していないみたいだ。草壁さんは外に行きたいとか思わないのかな。横顔を見ながらまた以前と同じようなことを考えてしまう俺。もし仮にさ、おとぎ話と同じようなことをするなら最終的に高明が学校を破壊するっていうことになっちゃうんだけど、大丈夫なのかな。そうだ、今度会ったら誘ってみようって決めてたんだっけ。ちょうどいいタイミングに思えたので切り出してみることにした。ねえ草壁さん。はい。草壁さんは学校の外に出かけるのとか興味ない？外ですか？うん、もちろん雨の日でもいいんだけど、できれば晴れた日にどこか遠くに出かけるのとか。高明さんと一緒に？それこそ一緒に流星群を見に行くとかじゃないの？あさってとかでしょ？一緒、うん、俺と一緒に。草壁さんの都合のいい時にこの辺りで待ち合わせをして。それはきっと素敵でしょうね。では晴れた日の放課後。放課後？自転車置き場で待ち合わせをするというのはどうですか？晴れた日の放課後、自転車置き場で待ち合わせ？夜ってこと？うん、それでいいよ。なんとなく断られるんじゃないかと思ったけど、あっさり決まったのでほっとした。あとは天気次第だな。俺としてはやっぱり早く止んでほしいと思うけど、草壁さんには言わないことにしよう。大丈夫、明日には雨は止んでますよ。なんでわかるんすか？草壁さん、どうしてわかったの？お天気予報を読みましたから。涼しい顔をして答える草壁さん。なんだ、内心を見透かされたような気がしてちょっと慌てたけど安心した。偶然か。そう、明日は朝からとてもいいお天気です。きっと高明さんも雨上がりの朝の風景は好きだと思いますよ。朝日にキラキラと光る水滴や水たまりに映る青空や白い雲、草木は鮮やかな緑で、空気は水を含んでほんのりと甘くて。草壁さん、この子結構自分の世界に入るね。ポエマーだね。うっとりと目を閉じた草壁さんはすっかり自分の世界に浸っていた。ただまあ、天気予報説、女子アナ説も出てきましたね。ウェザーニュースの女子アナ説が出てきましたね。テニスプレイヤーと付き合ってるんじゃないですか。うん、明日を楽しみにして待つのもすごく素敵ですけど、雨降りの今をいかに楽しむかというのも大切ですよね。恥ずかしそうな笑みを浮かべた草壁さんは今度は小首をかしげた状態のまま目を閉じた。何か考え込んでいるらしい。そうそう、そうでした。雨の日が楽しくなるとっておきの方法があることを忘れてました。パチリと目を開けてポンと手を打つ草壁さん。とっておきの方法？そうです、このままもしも雨が降り続いたらって想像するんです。正直あんまり楽しくならないと、楽しくはならないけど。1日や2日じゃダメです。雨が1ヶ月も2ヶ月も降り続いて、もしもこの世界から陸地がなくなってしまったらって想像するんです。すごいことを言い出したな。大洪水だねじゃないよ軽いな。そうです、そしてこの校舎は大きな大きな箱舟なんです。ああ、それってノアの箱舟ってやつ？そう、ノアの箱舟です。
長い長いおひげを生やしたノアおじいさんとその奥さん、そしてノアの息子さん夫婦たち。それから世界中の動物たちが乗り込んでいて、それはそれは賑やかなんです。朝ごはんにはみんなでミルクのおかゆを食べて、夜には動物たちとサーカスをして遊びますまたちょっと自分の世界入ってるよ、草壁さん。ゾウさんの背中に乗ってみたり、ライオンのひげを引っ張ってみたり。それでご褒美には角砂糖をあげるんですよ。どうですか、楽しくなってきましたこういうのが好きなんだな、この子は。すごく嬉しそうに話す草壁さんを眺めていたので、質問されたことに気づくのが少し遅れた。俺は、お？いや、選択肢多いな。楽しくなってきたと答える、さっぱりと答える、いや1しかないでしょ。でも本当何があるか分かんないから、いやでもまあいっか、いけるでしょ。1しかないじゃん。さっぱりは違うよ。こんなところに罠はないと信じるよ。楽しい。雨の日に草壁さんと過ごすのは楽しいかなって思った。高明さん、それちょっとだけずれてます。あれ外した、俺外したのかなこれ。あ、いやいや大丈夫。草壁さんは赤くなってうつむいた、照れてるだけだ。しまった、何言ってんだ俺。草壁さんは箱舟の話は楽しいですかって聞いていただけなのに。でも嬉しいですけど。おい、よとぎっちゃお、よとぎの始まりだ。そう、照れている草壁さんを可愛いなってチラリと思ったけど、草壁さんよりさらに照れていた俺は慌てて言い訳を始めてしまった。もちろん草壁さんが箱舟の話を楽しそうに話すからだけど。はい。草壁さんは澄んだ声で返事をするとにっこりと笑った。いや、この笑顔が出たなら、大丈夫、きっと選択肢は合っていた。草壁さんが俺の話の何が分かって返事をしたのかよく分からなかった俺は、草壁さんから目をそらして窓の方を見た。だからその雨の日の過ごし方っていろいろとあるんだね。ええ、本当に。このまま雨の日がずっと続けばいいのにね。お、草壁さん、あ、消えたあたりを見回すと草壁さんはどこにもいなかった。そんな意味深ワードをまた、もう意味深ワードをつぶやいてすぐ消える。何なんだよ、またか。しんと静まり返った教室の中に雨音だけが響いた。あれれ、今までしとしとと無機質に聞こえていた雨音がどことなく音楽みたいに聞こえ出しているのに気づく。ま、いいか。俺は雨音に合わせるように軽く口笛を吹きながら帰った。なるほど、草壁さんの影響で雨が好きになった。じゃあちょっと今回はここまでにしておきましょうかね。ますます謎は深まるばかりではあるんだけど、でもなんだろうな、そのおとぎ話のよとぎじゃなくて外に連れ出してあげるみたいな、分からんけど、とりあえず明日は放課後にデートできるみたいだから、それまたなんかちょっと大きなイベントがあるでしょうね。何か謎が解けるといいな。なんだろう、公務員かな分かんない、もう何でもありじゃん草壁さん。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。